高く我が道を進め、誰かの真似じゃなくあるがままで、悩む暇はない、少しでも前へ、死ぬ時も前に倒れ込むのさ。世に生を得たからには大事をなすんだ、でっかく描け未来、ほら水平線の向こう、今は今は暁差し込む光、希望の風が吹く、日本の夜明けは皆さんこんばんは、松尾貴文です。今週もお付き合いいただきありがとうございます。オミクロン株がいろいろと悪さをしている昨今ではございますけども、今日はね、沖縄からゆめちゃん、ね、ゲスト後ほど出てくれますけども、ね、なんくるないさ千葉利用ということで盛り上がっていきましょう。まずは1曲、沖縄の方言で頑張れよ、 TV の千葉利用。画面の向こう側で手拍子お願いします。ワン、ツー、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 スリー。私の心に染み渡るのです。チュラチュラララララ、チュラチュラチュラララララ。楽園があるのならきっとこういう場所でしょう。チュラチュラララララ、チュラチュラチュラララララ。あなたとオリオンビールで今日も花花しましょう。チバリオ、あなたへチバリオ、出会えた喜び声を高らかに上げて。チバリオ、あなたへチバリオ、心の友へ送る約束の言葉。チバリオ、星を眺めながら今まで歩んだ日々を思っています。無駄なんか何一つなかったけれど、大事なことを忘れていた気がします。チュラチュラララララ、チュラチュラチュラララララ。桃源郷があるならきっとこういう場所でしょう。チュラチュラララララ、チュラチュラチュラララララ。あなたと八重山の泡盛で花花しましょう。チバリオ、あなたへチバリオ、出会えた喜び上げて。チバリオ、あなたへチバリオ、心の友へ送
帰らせまーす。はい、改めまして松尾たかおみでございます。マイホームライブ121回目ということでね、1月15日お集まりいただきありがとうございます。僕の友人のトライバさんがね、誕生日でございますので、ちょっと虎のマークを、あの模章とかじゃないですよ、お祝いということでね、虎のマークを掲げておりますけども、コメントの方読ませていただきましょう。はい、あ、菅さん千葉リオね、ありがとうございます。かしか、あ、小山和子さんこんばんは。はい、飛んじゃった。とっ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 と、はいはい、こんばんは。これから急いで自宅へ帰ります。仕事場から歌詞を出してから車に飛び乗って走ってくれてんすね、ありがとうございます。はい、いろんな人見てくれてますね。はい、あ、キャンさんね、こんばんは。あ、ひよたくんもこんばんは。はい、そう、おみたんがね、おみたんは、僕は松尾たかおみなんですけど、おみたんっていうのはね、僕のもう一つの人格なんですね。なんて話をすると、こいつやばいんじゃないかと思われるかもしれませんが、まあ半分冗談で聞いてもらったらいいんですけど、日本酒をね、しこたま飲んだ、その夜、夜な夜な10時も回る頃、いや、もっとかな、12時も回る頃ぐらいですね。僕という人格が消えてね、おみたんという人格が登場するらしいんですね。そのおみたんが先日悪さをしまして、僕が知らない間にアマゾンで、おみたんがアマゾンで無限花という東野圭吾さんの小説を買ってましてね、よかった、安い買い物でよかったと思ったんですけどね、そこで何万円かのなんかこう高級バッグとか買われたら困るんですが、まあ数百円の本もね、まあ、買ってまして、でもなんで買ったのか未だに分かんないんですけど、とりあえず届いたんで読んでみたら、もうめちゃくちゃ面白くて、きっとなんかのサイトとかでなんか見たんですよね、その時のおみたんがね、はい、いい買い物をしたなと思って、ちょっと最近活字離れしてたんですけど、急に活字熱高まってましたね。本棚に眠ってます東野圭吾さんの昔の作品とか、僕あの春キスですので、村上春樹作品山ほどありますんで、ちょっと読み返すのもありかななんて来ております。はい、はい、キャンさんこんばんは。あ、中原彦さんこんばんは。久しぶりに参加できました、よろしくお願いします、ありがとうございます。はい、ひろたくんパチパチ。あ、土田よしこさんもこんばんは。あ、井上さんこんばんは。ちばりおーちばりおーですけどね、まあ、ちばりおー。あ、浜松さんもこんばんは。はい、オープニングで貸し出しますね、ありがとうございます。もう着きましたでしょうか。はい、あ、さすが、言いやすさが大事、一番の途中で言いやすさが大事なんですよ。あ、ずれなし、よかった。ここまで喋り散らかしてずれてたらもう赤っ恥ですけども、ありがとうございます。はい、キャンさんパチパチ、言いやすさは言いやすさいっぱい。はい、あ、証拠一丸さんもありがとうございます。あ、谷さんも、お、なんか新潟続きますね、長岡柏崎と、めっちゃ住所ばらしてますけども、新潟からありがとうございます。はい。はい、お豚鍋さんありがとうございます。あの、そうなんです、おみたんがね、日本酒でポチっちゃいましてね、でもいい本だったんで皆さんにおすすめしたいと思います。無限花。まさに酔っ払った時にね、持ってこいですね。あ、田中由紀さん久しぶりにオープニングから聞きました。千葉利用、津軽弁ではけっぱれかな、南部弁では共通語と同じです。津軽弁と南部弁って言葉違うんですかね。あれですね、だから範が違うんですよね。そうかそうか、面白い、そういうのがあるんですね。あ、浜中先生もこんにちは、今仕事が終わって見てます。あ、全国からいっぱい見てくれて嬉しいですね。まあ、ちょっとオミクロンが悪さしてますけど、その分ちょっとステイホームな感じになってるんでしょうか。はい、では皆さんにここで一曲、カラオケの音に乗せて知り合いかもという歌を聞いてください。SNS が教えてくれた、違うよこの人はね、これまでもこれからも知り合いなんかじゃない、距離を空けるだなんて考えたこともなかった。三度目
雨の夏の終わり、突然涙目で君は切り出した。私たち二人のためにこれは絶対大事なことよ。あなた以外好きな人がいるわけじゃないから、どうか分かって分かって欲しいの。そしてさよならと言った君の後を、なんですぐに追いかけなかったのだろう。無機質な扉の向こう側には、今と違う未来があったのかな。誰よりも大切だった人、距離を開けるということはね、ただの延命処置さ。だから会えない時間は僕らを徐々に引き裂くと、そばは決まって決まっているから。なのにさよならと言った君の後を、なんですぐに追いかけなかったのだろう。無機質な扉の内側で僕は白い天井をただ見上げていた。遠い街を走る電車の中、イヤホンを分け合ってきたあの曲、穏やかな電話風景、君の寝顔、あまりに完璧な瞬間だった。今もあのメロディーが聞こえるたび、君と描いた日々が蘇える。二人語り合った未来とは違う、君がどこにもいない世界の中で、あの日さよならと言った君のことも何もなかったように、地球は回る。この歌で何もかも終わりにしよう。君を思い歌う最後の歌、君を思い歌う最後の歌。知り合いかもだなんて、 SNS が教えてくれた。違うよこの人はね、これまでもこれからも知り合いなんかじゃない。
時間365日寄り添うから、つぶさに打ち明けてよ、戸惑う日も一緒に悩もう。君のことを脅かす病が、その心へたどり着く前に、すぐにそばへ駆けつける、一助となれるように。同志紹介。はい、では同志紹介のコーナー行きたいと思います。先週に引き続きね、今週も生放送生中継でございます。なんと今週は沖縄から、沖縄在住シンガーソングライターのゆめさんでーす。こんばんは。こんばんは、ゆめでーす。いい返事でございますね。元気そうで。元気でーす。はい。なんかめっちゃ緑だけど。めっちゃ緑でーす。髪と背景と。これちなみに黒巻、合成でね、背景で、その髪型だと、ここ、映んないからね。どういうこと？この配信も全部黒巻を使ってる、合成使ってるわけですよ。はいはいはい。ちょっとこの世界にはね、緑色が存在しないの。あ、そうなんだ。緑色のものを映すと、そこがね、違うものが映っちゃう。あ、なるほど。例えばね。へえ。例えば、これハンドクリームなんですけど、あ、これ普通に映ってるな。ごめんなさい。映って。映ってる、参考にならない。私見てみたけど映ってるわ。あ、でもね、ズームはね、黒巻関係ないので。ごめんなさい、すごい余談でした。フェイスブックの方から今見てるけど映ってるよ。大丈夫です、ズームは大丈夫です。ああ、そういうことね。めちゃくちゃ余談でした。はい。こんな余談に数分使ってしまいましたが、夢さんでございます。はい、夢でーす。よかったら簡単に自己紹介お願いします。あ、はい、沖縄で、シンガーソングライターしてます。はい。ピアノ弾き語りとかしてます。はい。はい、ね、まあ沖縄ですけど、出身はね、千葉県船橋市なんでしょうか。はい、ね、船橋市ね。ね、もう、お互い結婚する前、子供も生まれる前、ね、独身の頃にシンガーソングライターとして活動した頃に、あれ、都内のイベントでバタッと出会いましてね。そうですね。そこから同じ千葉じゃんってことで仲良くなって、うんうん、ね、交流が始まり、お互いのイベントにね、出演し合ったりとか、うんうん、2005、6年頃ですかね、やっておりましたけども、ね、子供が生まれ、沖縄にね、もう移住して何年になります？ 10 年になります。10年。すごい、10年。もう10年経つ。10年。どうですか？沖縄どうですか？沖縄は、私沖縄生まれなんじゃないかと思うぐらいな。馴染んでるね。まあ、なんか顔ももしかしたら沖縄系の濃さがあるよね。そう、なんかもう沖縄の人に沖縄の人だと思われる。あ、なるほどね。え、夢さんって沖縄の人じゃなかったんですかって驚かれる。なんだっけ、ウチナーって言うんだっけ、そういうの。ウチナー、うん、ナイチャーとか。あ、ナイチャーか。ナイチャーか。ウチナーは沖縄の。ナイチャーと間違われるわけですね。そうそうそう。あれ、今日沖縄の感染者数が何人ぐらいだ。今日最多出ちゃったんですよ。最多が出た。1829。1829。もうなんか西暦みたいな感じになってきてますけど。そっか。東京がね、4200何十ってだから。あ、ねえ、今大変なことになってますが、どうだ、その実際、今回沖縄が一番最初、なんか米軍の方からとか、なんかそんな話で一番ひどかったじゃんね。うんうん、沖縄人たちはどう考えてんの、その、コロナっていうのは。もうやっぱり結構ね、沖縄の人たちは気をつけてて、気をつけてるだいぶ、うん、
ずっとこう少ない状態が続いてったから、うんうんうん、それでこの米軍からスタートしちゃったから結構お怒りです皆さん。なるほど、あ、ちょっと政治的な問題が、ね、そっか、いやのもある、あるけど沖縄の人ってゆったりしてるじゃん、なんかさ、なんくるないさーじゃん、うん、コロナとかもね、なんくるないさーなのかなと思いきやちゃんとはしてるんですね、しっかり結構気にしてたの、だけどまあ、うんうんうん、どうでしょうね、まあ、今この状況でやっぱりね、うんうん、検査受けられない、検査待ちの人がすごい多いみたいで、もうすでに、そうなんだね、だから、うん、検査受けたい人が受けれない状況になっちゃってるのでちょっと、ね、ほう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 、心配ですね。なるほどですね。うん、夢さん一家はお元気ですか皆さん。あ、元気です。あとはね、やっぱり、ね、もともと別のほら、別の病気の人とかが、うんうん、手術が延期になっちゃったりとか、そういうのがね、うん、あったり、そういう、ね、そういうのはちょっとね、考えるとやっぱり、ま、いくらその、うん、あんまり、その、強い、ね、強い株じゃない、うんうん、オミクロンは弱いとか言われてるけど、うんうん、やっぱそういうちょっと心配はありますね。ね、そう、他のところに影響が出てくるっていうのは、ね。うちのオミがすいません、本当に。本当にもう、まあ、暴れないでください。そう、はい、ちゃんと僕は西千葉 T シャツ着てますね、今日はね。ああ懐かしの。はい、懐かしい。ゆめちゃん紫持ってたでしょ？私、それ持ってたかな？持ってるよ、絶対持ってる。一緒にイベントやったもん。ちょっと押し入れ引っ張り出して。持ってたかな？うん、ちょっと探してで、ゆめさん、グッデイ T シャツはよく着てる。あ、グッデイ T シャツ。グッデイ T シャツ何色持ってんの？あれ何色ってクリーム色みたいなやつ。ああ、ベージュか。あ、ベージュか。初期の方の、うん、さすがでございます。ごめんなさい、余談すぎましたけど、ね、ミュージックビデオ見ましたよ。ありがとうございます。最新の、泣き人グスクって言うんですか？泣き人グスク、泣き人城跡。泣き人城跡、うん。世界遺産で撮影しました。ね、そう。ぜひまだ見てない方ね、僕リンク貼ってますんで、ゆめちゃんのミュージックビデオ、ね、泣きジングスクで、プロモーションビデオ、ね、ミュージックビデオ撮影して、はい、しかも地元の方々もね、参加してくれて、めっちゃ沖縄の歌が誕生していて、なんか僕はね、ジーンと来ました。なんかこのゆめちゃんの10年間みたいなのをなんかこう、すごく感じて。ね、だって、見た目は沖縄人でもさ、船橋人じゃん、そもそもね。うんうんうん。でも何も縁の床もなかったでしょ、沖縄行った時。そうなんですよ ね、うん、で移住してそっから10年で、うん、なんかもうめっちゃ沖縄のシンガーになったなと思ってね。あ、嬉しい、ね、でもほら一朝一夕じゃできないわけですよ。僕が今沖縄に行って沖縄っぽい曲作ってじゃあ撮ろうってもで協力してくれる人もいないし、ましてやね、離島の中でね、アレンジとかもしてるわけでしょ、編曲家に頼んで、うん、だからオール沖縄の力を感じましてね。あ、なんかやっぱこう人ってこう積み重ねていくもんだなと思ってね、ジーンとしました。私、嬉しいです。あれは何のために作ったミュージックビデオだったんでしょうか？やっぱりコロナでエイサーとか、うん、でも毎年エイサー、うん、夏はね、あちこちでエイサーがね、エイサー、エイサーって皆さんわかりますかね、踊る。沖縄の伝統芸能で、うん、太鼓叩いてこう、うん、踊る人たちがいるんだけどね。はい。イーヤーサーサーの人たち。イーヤーサーサーですね。本場の人たちね。そうそう。その人たちが、なかなかこう、いつもこう見れるのになかなかそういう見られる機会がなかったから、うん、やっぱりなんかそっかな、うん、なんかそれをなんかこう私が一緒にコラボすることで、うん、イベントをライブイベントやったわけですね。そもそもイベントもそうやりましたね。はい。出演者はどんな人たちが出演したの？出演者はやっぱ沖縄に沖縄で活動してるミュージシャンの方たちとか、うんうん、あとダンスの方たち、ダンスの方たちとか沖縄の、ね、うんうん、そう何時間ぐらいのイベント？ね、2時間弱だったかな。いわゆる一般的なイベントだね、うん、そうですね。でそれとはまた別であそこでミュージックビデオを撮影したと、その、はい、曲を作って、いや、うん、素晴らしい。いや僕もね、沖縄大好きなんですよ。僕も本当沖縄の地がなんか2分の1ぐらい入ってんじゃないかぐらいのねもうなんか行った時からねすごく好きになって行きたいんですよ。ちょっと2022年、
ね、いつ行けるか、下半期ぐらい行けたらコラボしましょう。ぜひぜひ、ね、沖縄と今ちゃん千葉だからね、千葉でもやりましょう。うん、ね、まあ、ということでね、一応こう10分の尺なんですけども、今日はなんとこのマイホームラブ始まって以来ゲストライブということでね、ゆめさんがワンコーラスほど歌ってくれるそうです、はい、そのミュージックビデオの曲ですよね。そうですね、はい、ぜひぜひピアノ弾き語りでちょっとだけやらせていただきます。すごい時代になったもんだでは僕が紹介しましょうか。はい、はい、沖縄在住シンガーソングライターゆめで下がり花。メロディーが切なさの中のこう希望みたいな感じでね、いい曲でございます。下がり花、ありがとうございます。下がり花ってどんな意味があるの？下がり花っていう沖縄でよく咲いている、うん、夜に咲いて朝散る花なんだけど、切ない、そう、ちょっと切ないんだけど、うん、そうそう、で花言葉がね、幸せが訪れるっていう花言葉があるので、この辛い、このコロナ禍で大変で辛い夜をこう照らしてくれる道しるべみたいな、うんうんうん、そんな感じで、作詞作曲したわけですね。はい、しました。はい、今回はこのエーサーのその団体の代表の方が、うんうん、この曲の歌詞の原案もちょっと出してくださって、うんうんうん、一緒に作ったっていう感じですね。ね、ミュージックビデオではね、さーっとか、はーっとか、さーっと入ってるもんね。入ってるもんね。いや、ぜひ皆さん見てみてください。はい。イヤサさんも入ってます。イヤサさんは。今ちょっとピアノバージョンでちょっとしっとりですけど、結構元気が出る感じだと思う。ドローンの映像とかマジでよかったね。ああ、あれです、ね。あれね、気持ちよかったね。いやいやいや。いやいや、ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。はい、またリアルで会える日を楽しみにしております。はい。はい。こういう形でコラボができて、面白い。ね、よかったです。よかったね。はい。また、お互い頑張っていきましょう。はい。はい。ではでは、ということで、今週の、同紹介、ゆめさんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。24時間365
けてよ戸惑う日も一緒に悩もう。君のことを脅かす病がその心へたどり着く前にすぐにそばへ駆けつける一条となれるようにはい、ありがとうございます。ではね、コメントの方を読ませていただきます。はい、川上静香さんの今帰りましたから行きたいと思いますね。はい、お帰りなさい。知り合いかもの歌詞ありがとうございます。お、谷さん、今年もプライベートライブを頼みたいと思ってます。ありがとうございます。しかもいい感じの線、あ、そう、今あの定例会さんのね CM が今日2回目ちょっと1回目ね、あの皆さん気づきました？一曲目歌った後にいきなりエンディングに行くというね、致命的なミスを犯してしまいましたけども、それ慌てて行ったんで、定価さんになってしまってね。で、違う予定だったんですからね。はい。で、二回目入ってしまいましたが、プライベートライブってのやってます。ぜひね、僕の、オンラインショップ、シオン堂の方にありますね。見ていただけたら嬉しいなと思います。いつでもご用命ください。はい、あ、大竹さん。本来は今頃石垣島。1ヶ月ぐらい前だとね、年末ぐらいはね、なんか行けそうな感じでしたもんね。まだもうどこにでも行ける感じでしたもんね。コロナ来るかもと言われてたけど。いやーね、しかもあったかいですよね。本土よりもね。はい。小山和子さん、この歌もいいですね。知り合いかも。ありがとうございます。あ、キョンさんもキラキラ。ね。しめじ、ありがとうございます。お、この歌を聴くと、あの人とあの人とあの人、結構いっぱいいるんですか？はい。そうです。一人の人を思い出します。元気かなと思います。ね。そういうの大事ですよね。はい。お、証拠石丸さんの好きな知り合いかも。今年も推しでお願いいたします。今年は初めてちょっとカラオケバージョンで行ってみました。はい、あ、なんだかとても切ない気持ちになってしまいます。はい、知り合いかもですね。まあそういう曲でございますので、はい、あ、キョンさん涙を流してますね。あ、井の口さん、パチパチありがとうございます。あ、広島もやばいですね。最初ね、沖縄、広島、山口からなんかこう始まりましたもんね。最多人数更新してしまいました。本当にやばいですね。なんかすごい勢いだったんで、すごい勢いで収まってくれたらいいんですけどね。はい、でもなんか、あ、なんか言ってる。僕ね、最近自分の口癖がなんかってことに気がついたんですよ。言ってる。直そう。今日は言いませんよ。もうこれ以上なんかは言いません。なんか NG でいきます。はい、ね。で、何を言うのか忘れました。はい。コメント言いましょう。福山市も100人超え。お互い気をつけて頑張ってね。ビンゴ地域頑張ってください。はい、いっぱい視聴中の人が出てます。ありがとうございます。あ、中原さん、井ノ口さん、キョンさん、吉江さん、あ、下がり花好きです。中原明さん、ありがとうございます。野沢美さん、久々なのに出遅れた。ゆめさん、ありがとうございます。ゆめさん、とても可愛くて素敵な方ですね。もうベビーフェイスでね、全然年取らないんですよ。はい、ね、年取らないですね。言い方、言い方で、ね、はい、あ、ゆめさんね、ありがとうございます。皆さんぜひクリックしてもらうと、今の下がり花のプロモーション映像、ゆめちゃんのトップページが見れますので。はい、津田元子さん、間に合いました。ありがとうございます。はい、素敵な歌でした。YouTube 見てください。はい、おみ、もっとイメージの良いことで広まればよかったですね。そうなんですね。いや、きっと、これから、次のおみが、全部塗り替えますんで、ご期待ください。はい、ありがとうございます。癒しの歌声でした。ということで、実は僕のサードシングル、君に読む物語、ね、シングルバージョン、女性のコーラスが入ってるんですけど、それゆめさんの歌声なんです。ということで、いきましょう。君に読む物語。あ、コーラスは入りませんよ。もうズームの声は切ってますんでね。まあそれを思いながら聞いてください。僕に残された時間がもう少し明確に
わかったならもっと本気で生きられるのかな。命をつなぐことなく無駄に捨てる人がいるなら、どうにか生きたくても生きられない、人に分けられないもんかな。またね、バイバイ、いつかまた会えるよ。大切なことは僕は君が好きで、君は僕が好き、そんな単純なことを思春期と呼ばれる頃、心のバランス失うと、僕はとっておきの海に通い、沈む夕日を眺めていた。青でもなく黒でもない、一瞬の空に浮かぶ偉大なるオレンジ色は全て許してくれた。ほらね、バイバイ、笑うて別れようよ。想い描けるさ、Can fly with your free wings, yeah. Good day, good day. どんなに離れようと、明日は素敵な日さ。君がこの胸の中にいるから。
そんな気がするんだ。 So good day。 Good day。 はい、ありがとうございます。君に会う物語でございました。ちょっと割れてました？大丈夫でした？ね、難しいんですよ。この曲が、この曲静かな曲なんですけど、僕の曲の中で一番なんか圧が出るみたいで、声量的なものね。マイクが反応するんですよ、その圧にね。他の曲はそんなにないんですけどね。めっちゃ歌う曲とかも、歌う曲というか力込めて歌う歌とかもマイクはそんなに割れたりしないのに、この曲の方がうわーっていくみたいでね、僕の気がうわーって流れてるみたいで、ありがとうございます。はい、パン、ゆめちゃん、君に読む物語、懐かしい大好きな曲です。またコラボできる日を楽しみにしてます。ありがとうね。ベージュのグッデイ T シャツ持って言ってたんで、僕はじゃあ何を着ていこうかな。いっぱいいろんな色持ってんですよ。今売ってるのがピンクとネイビー、この2色になってるんですけど、昔ねベージュとあとグレーっていうのが定番があって、で他にも僕だけしか持ってないレッドがあったり、さらには東北限定の東北ブルーとかあったりね、いろいろグッデイ T シャツの、ね、歴史長いんです。全てはこの君に思ったりのね、ジャケットからデザインが来ております。お、浜中先生ありがとうございます。あ、キョンさん今日2度目の号泣でございますね。静香さんも号泣、また女子を泣かしてしまいました。はい、はい、皆さんありがとうございます。素敵な曲ですよね。あ、素敵でした。あ、今日はなんか素敵祭りありがとうございます。はい、素敵祭りありがとうございます。聞き入っていて割れてるかどうか気づかなかったです。あ、気づかなかったらそれは割れてないってことでいいですね、多分。あ、久美子さんこんばんは、ありがとうございます。グッドグッドいただきました。ということで次の曲で本日の松尾隆マイホームライブ120回目の最後の曲をお届けしたいなと思います。毎週終わった後に、まあ、当日か翌日にね、マイホームライブグループ Facebook のグループでアンケートを取るんですよ。報告とアンケートと2つ記事出すんですけど、でアンケートはその今回の曲でね、どれが一番良かったですかって、まあ、皆さんに質問を取るわけですね。で見てくれた人がね、こう何票でも入れていいんですけど、入れてくれるんですが、今までねカバー曲も結構やってきたんですけど、1位になることなかったんです。カバー曲だいたい5位か4位とかあったんですけど、なんとそれこそこのマイホームライブ始まって以来の、もうもはや事件ですよ、もはや事件。先週ね村島圭介くんの足跡を歌ったところ、なんとぶっちぎりで1位になってしまいまして、はい、なってしまいましていや、いいんですよ、まあ結局僕が歌ってますんでね、どれが選ばれても嬉しいんですけど、なんとなくね、他の曲全部僕のオリジナルで、一曲だけ彼のオリジナルがぶっちぎり1位になっちゃうと、なんだかちょっともやもやとするものもありつつ、まあでもそんだけいい曲だ、そんだけいい曲であることを証明できたのかな、ということで、今週さらにこの1週間歌い込んできました。さらに先週よりもいい曲でお届けしたいと思います。村島圭介くん、足跡、聴いてください。の上の足跡みたいに、いつかは消える命でも、小さなろうそくみたいに、頼りない翼で行こう。
ている。焦らなくていいから、少しずつでいいから、一緒に歩いて行こう。雲の上の星空みたいに、誰にも見せない涙も言葉にできない悩みも迷いもあるだろう。でこぼこ道やぬかるんだ道をありがとうございます。ちょっとコメントの方も一回ね読ませていただきましょう。いやいや熱唱しちゃいましたよ。足跡は本当もう少しこう大人な落ち着いた曲なんですけどね、まあ、せっかく、まあ、あの後輩の歌なんですけど、僕の方がちょっとやんちゃに歌っちゃっておりますが、ちょっとねパワーを入れてみました。僕はこういう歌い方の方が好きかなと、解釈ですね、いろんな歌い方があると思います、解釈でございます。
あ、ケイスケさんがあのキーでは僕は歌えないと言ってましたよ。あ、そんな話をされてたんですね。彼の原曲より、1音高いのかな。2カポつけてますもんね。1音高くて、さらに転調するんで、最後ね。そうですね。1.5 音ぐらい上がるわけでございますが、この辺もね、まあやっぱほら、キーってあるじゃないですか。それぞれの独特のね。はい。僕、この前、久々自分のね、出る音調べたんですけどね。E2 っていう。まあ、低い低いミから、その他のファーストぐらい地声が出始めて、そしてね、さらに、上がって3オクターブ上のね、ソ、まあ、G って言うんですかね。要は G5、F5 ぐらいまでね、出まして、あ、まあ、3オクターブは出るなと。もちろん裏声ファルセットとか混ぜていくんですけどもね。確実にね、この数年でね、地声のキーが上がったんですよ。1音か 1.5 音ぐらい上がってるんですよ。これ大変なことなんですよ。地声ってなかなか高くなんないですからね。地声なんで。ただ、地声は鍛えると下には行くんですけど、なかなか高音で上がらないんですけど、まだまだ上がってきそうです。あと10年ぐらいすると、もうさらに 1.5 音ぐらい、ね、ミーシャ張りになるかもしれません。おミーシャになっちゃうかもしれませんけど。ご期待ください。しょうもないこと言った。はい、今日さん、パチパチありがとうございます。あ、すごい、ダイヤモンド散ればまれてる。あ、レイミ山田さん、こんばんは。毎日千葉、横浜の往復疲れました。癒されに来ました。ありがとうございます。癒されてくださいね。総武快速線でございましょうか。はい。はい、あ、踊ってる。あ、浜中先生、ありがとうございました。心癒されました。ありがとうございます。はい、あ、パチパチがいっぱい。そして、アンコール、オミコール、アンコール。先月からバタバタしてたの癒されました。ありがとうございます。パチ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 。アンコールオミコール。アンコールアンコールアンコール。アンコールオミコール。いっぱいありがとうございます。そろそろ吉田拓郎のオミコール。流星のカバー曲お願いします。なんか教授。なるほど。なるほど。流星か。ちょっとこの聞いときますね。はい。ブルーハーツの青空だったらすぐ行けますけどね。一回昔歌いましたよね。あの後、あ、すごい、あれファンクラブ限定の時かな。時々歌ってるんですよ。やっぱいい曲だなと思って。流星ね、聴いておきますね。はい。はい。はい。あ、グッドいただきました。ありがとうございます。音域広。ありがとうございます。音域高い広いです。はい。はい、車です。そういえば。あ、19時から、はい、ケイスケさんの配信。あ、3分で始まりますね。ということで、じゃあ僕はね、彼にバトンタッチからツイキャスですかね。バトンタッチということで、アンコール最後行きたいと思うんですけども、何歌おうかなと思って、いろいろ考えたんですが、せっかくね、足跡という歌を歌ったので、こう歩くイメージで、ちょっと一曲カバー続けたいなと思うんですけど、これ皆さんがね、間違いなくご存知の曲をアカペラで、ここアカペラでこう歌いこなしていくと、きっとこれから僕がね、ホスピタルライブとか復活した時にね、この曲、いい、こう、いいポイントで歌えるようになるんじゃないかなと思うので、ちょっと仕込んでおきました。坂本九さんの上を向いて歩こう。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように思い出す春の日。一人ぼっちの夜。上を向いて歩こう。滲んだ星を数えて思い出す夏の日。一人ぼっちの夜。幸せは雲の上に、幸せは空の上に。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように、泣きながら
歩く一人ぼっちの夜。思い出す秋の日、一人ぼっちの夜、悲しみは星の影に、悲しみは月の影に、上を向いて歩こう、涙がこぼれないように泣きながら歩く一人ぼっちの夜、一人ぼっちの夜、一人ぼっちの夜。どうもありがとう、松尾貴臣でした。ねえ、その時の僕はトワイライトの記憶の中にいたよね。はい、どうもありがとうございました。1月15日マイホームライブ121回目、お付き合いありがとうございました。2月6日、2月6日の日にですね、プレミアライブ配信、 Facebook じゃなくツイキャスで、ライブを行います。90分ほどがっつりと歌う、普段の Facebook ライブとはちょっと一味も二味も違う熱唱ライブとなります。よろしければ、今年一発目でございます、お付き合いいただければ幸いでございます。はい、では最後コメントね、読ませていただきましょう。はい、どっからかな。はい、はい、愛の形、おミーシャの愛の形を、あ、愛の形めちゃくちゃいい曲ですよね。あのおミーシャは名前だけで、ミーシャさんのカバーはちょっときついかな。はい、あの本家がすごすぎるんでね。いや、あのどんなカバーも本家すごいんですけど、ちょっとおミーシャの、じゃあミーシャのあの歌で慣れてるとね。いや、でもいいか、まあ男性なんでね、まあおミーシャバージョンって感じで、ちょっと何言ってんのかよくわかんなくなりますね。ちょっと面白い、面白いですね。はい、ファンクラブ限定でやりましょうかね。ちょっとこう、ちょっと聞く人少なめで、はい、歌詞ないか、あ、すいませんね、いきなり入れ込んですみません。あ、最高アカペラありがとうございます。あ、でも歌詞出してくれてですね、アカペラすごい、あ、ありがとうございます。結構アカペラ得意なんですよ。はいはい、歌詞が分裂します。いえいえ、ありがとうございます。はい、今度真似してみようね。なんかこういうシンプルな曲で、みんな知ってる曲で、しかも昔の曲ってあんまりメロディーのね、今みたいな最近の曲みたいな、こう上げ下げっていうんですかね、高音低音の息買うような感じって少ないので、意外とそれっぽく歌える感じです。はい、口笛実はね、歌う気なかった、入れる気なかったんですけど、今ちょっと本番中にね、はーっと、あ、口笛入れようって入れちゃいました。ちゃんと音出るかなってドキドキしながら出ましたよね。後で、ね、じっくりアーカイブ見てみましょう。あ、津田元子さんいいね、この歌大好き、ありがとうございます。アカペラも素敵です。はいはい、あのファンクラブの方が多いので言っておきますけど、明日の33分 YouTube の方でやります。こちらがっつりもうセットリストをファンクラブグループアップしてます。まあ本番だけ楽しみたい方はね、本番に曲を、何の曲出るかなって楽しみたい方はスルーしてもらえればと思いますが、予告選曲してますので、よかったら見てください。今日とは全く違うセットリストいきますんでね。はい、明日の YouTube ライブ何、私も聞きたいわって方、ぜひオンラインショップシオン堂からファンクラブ入ってもらえると、はい、もうすぐ招待状送りますので、明日3時3分見ることができます。ぜひ応援してください。皆さんね、2022年ぜひよろしくお願いします。
グッときた。ありがとうございます。飛行機事故で亡くなりましたね。あのニュースは衝撃的でした。奥様は美人の柏木由紀子さんでした。リアルタイムです。どういうことですか、リアルタイム。柏木由紀子さんって AKB 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 じゃないですよね。はい、リアルタイム、リアルタイム、あ、リアルタイムに見てた、そのニュース知ってたってことですね。ただ僕生まれた時ぐらいなんですかね。はい、ねえ、衝撃的ですよね。あの少ない人数の中にいるわけですか、 Q さんがね。はい、皆さんありがとうございます。ルミさんね、ひろたくんもありがとうございます。つよしこさんもありがとうございます。余韻もなく終わります。そう、なんか終わり方考えてなかったなと思って、アカペラの何もない余韻の終わり方わかんなかったので言っちゃいました。はい、津田まとこさん、きょんさんありがとうございます。井の口さんもありがとうございます。信号待ちでうまく打てなかった千葉リオは。信号待ちで、まあいいんですけど、信号待ちでスマホはね、あの極力こっそりとお願いしますね、こっそり。はいはい、中田さんありがとうございます。愛の形の時連絡してくださいね。わかりました。はい、なんか会いました、なんか言いました。ダメだ、口癖ってなかなか治らないもんですね。ということで、今週もありがとうございました。松尾高美でした。